こんにちは。朝6時です。雨が本降りです。気温は21度ですが蒸し暑いです。黄金オニユリ、アガパンサス、そして雨の中オニユリがついに咲きました。年に3回くらいしかできない水たまりです。うちの庭は元果樹畑ですので大変水はけが良くなっています。こんな風に水がたまるのは本当に珍しいことですね。雨の中ハシボソガラスがいました。のりうつぎ、みなずき、いつの間にか咲いてましたね。キジバトカップルの隣になぜかさっきのハシボソガラスが一緒にいます。しばらくこうやっていました。9時半です、雨が少し弱くなりましたね。水たまりは消えました。ヘメロカリス、スイセン、そして隣が娘盛り。強い雨に打たれると花が傷んでますね。コーラルドーン、これも水滴がたくさんついています。ワイルド&ワンダフル、今日は一輪だけです。フェアリーテールピンク、これも繊細そうな花びらですね。ボタンクサギ、開花直前です。ヤブカンゾウは少し丈夫そうな花びらですね。オニユリです。今年もまたオニユリの開花時期を読み間違えました。待っているとなかなか咲かないものですよね。黄金オニユリはもうかなりたくさん咲いてしまいました。ユーコミスです。このユーコミスは葉っぱの色とほぼ同じ、こちらは白地にピンクがちょっと入っています。シンフォリカルポス、ピンクの実になります。トンボがいました。三尺バーベナの花に止まってますね。カライトソウは雨でちょっとぐったりしてます。小紫の花、いつの間にか咲いていました。アガパンサス、イナパータスです。たくさん雫がついています。矢印の先をご覧ください。オオカマキリの幼虫がまっすぐに棒のように伸びてましたね。11時になりました。雨はほぼ上がったようです。気温は 22.5 度、あまり変わりません。オオカマキリ活動開始のようですね。グラジオラスの花の中にクサカゲロウがいました。ちょっと弱々しいですね。大きさはこれくらいです。スローで飛ぶところを見てください。黄金オニユリなんですが、対馬原産のオニユリの変種だそうです。ムカゴがついています。やっと咲いたオニユリは全国各地に生えていると思いますが、これもムカゴで増えます。グラジオラス、プリンセスマーガレットローズ、そしてこれはオミナエシですね。水滴が落ちそうです。さっきのオオカマキリの幼虫また移動してますね。今日はハラビロカマキリ見つけられませんでした。反対側からもオオカマキリ写しています。赤いガーベラは、スイートラブかな。スイフヨウの葉っぱにトンボが止まっていました。朝にいたトンボかもしれません。ヘリオプシスの花びらに小さな小さなネコハエトリがいました。三尺バーベナにモンシロチョウです。スローで見てください。11時半になると晴れてきましたね。ヘリオプシスにツマグロヒョウモンが飛んできました。これはツマグロヒョウモンのオスですね。ヘメロカリス、娘盛りは無事だったようです。丸尾です。今日も新聞の上で寝ています。今日はこの辺で、バイバイにゃん。